はい、えー、それではですね、えっ、ー、と早速あの今日のトークのゲストをお呼びしたいと思います。あの皆さんご存知と思います。あのえっ、ー、とハッピーアワードライブマイカー、えー、軍せ創造監督されたあの浜口龍介監督です。どうぞ皆さん拍手でお迎えください。So, よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの素晴らしい作品の上演のゲストに呼んでいただき、<laughs> いやいやありがとうございます。いますはいえっとで最初ちょっとですねあの僕の方からあのこの作品についてまああのちょっとあのえっとまあ東京国際映画祭との関わりをあのお話し,しますと、まあ僕は東京国際映画祭あの90年代にあのアジア収作映画週間というですね部門の作品を選定したんですが、えっとこの94年ですねこれなんかの京都で

えとその時にです、ね、あのオリビエ・アサイアス監督の,あのフ,ランフランスの監督ではこの人の,あの冷たい水ですね、まあ、多分コールドウォーターでいいと思うんですけどという映画がやはりあの京都で上映されてですねそこであのビルジニー・ルドワイエンというあの女優があの来てたんですが、まあ、そこであのエドワード・エアンと会ってですねそれであの次の映画

はいえー、それでですね、あのという思い出もあ,のありつつですねあの、今回上映したんですが、実はこの作品、あの権利関係が、まあ、結構ややこしかったらしくてあの、かなり長い間、これは日本のみならず、あの台湾でも上映されていませんでした。 実は、このリストア版が上映画は、この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 で画は、まあいろいろえー、あの映画は、こ、まあのあ画は、映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 画の映画は、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 映まは、映画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 あの奥様に画は、映しはいい、あの今回の上映画は、映画は、映画は、映画い映画は、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 映画 And it just so happened that uh, they had a restore version at the Venice Film Festival, and uh, this film was to be screened there. And so we contacted the wife of uh, the director, and uh, finally we got the approval, and so hence we were able to have the screening here in Japan. I'd like to ask Hamaguchi about the これこれって最初にご覧になったのっていつ頃だか覚えてらっしゃいますか。まあおそらくは2000年代の初めに、ええ、まあ上映で見たんではないかなと思います。あじゃあ公開すぐじゃなくて少し経ってからご覧になったんです、ね。そうですね。公開の頃は全然もう見逃していて。あ<ー>、まあ、おそらくヤンヤンの後とかに見ている。あヤンヤンの後ですか。そう、ね。ヤンヤンはえー、っとそうですね。あれ英語タイトルイ、e、イ、e、だったですね。はいはい。 So we were asking Director Hamaguchi when he actually saw this film, and it was probably in the year around 2000, and that's the same year that as EE in English uh, is when that film was also screened. So it wasn't at the 1994, but a little later. ヤヤヤヤンンンンンののののののの映映画画おそそそそらくくヤンヤンととクイリンチ少年殺人事件、はい、アブライタサマーーでででししかかかかあああ見見てててていいいいいななななっっったたた<ー>こうううううよもうも撮るすごくなんかまあ、それまれは異質なエドワードワ印象 So, his impression then was that up to that point he had only seen y e Yee and A Brighter Summer Day, and so was quite surprised that oh, he makes these types of films as well, and so that was his impression after seeing this film. あの実は,です、ね、僕はあのこの映画を作る前の、えっとえっと、2年前ぐらいに初めてあのエドワード・ヤントの台北であったんですけどその時に言ってたのがです、ね、次はウッディ・アレンみたいな映画を撮るんだというふうに <laughs> 言ってで好きみたいなんですよなんかウッディ・アレンが、はいえ。という話をしたのを覚えて、まあ、これがあのウッディ・アレンと似てるかどうかはまあ皆さんの判断に分かってますがあのというふうに言ってたという話を今ちょっと思い出しました。Um, Uh, Ichemma san happened to meet uh, Edward two years prior to making this film, and he was saying that he loved uh, Woody Allen. And so, of course, it's up to the audience if you feel that this film also uh, uh, mirrored uh, Woody Allen's uh, sort of emotions as well. So, to So, the あのまあでも今回そのエドワード・ヤン、まあ、こういうトークの機会をいただいたんで、まあ、できるだけ全て見直してきたんですけれども、はい、長編はまあでも本当に一作一作あの、まあ、大胆に自分自身を更新している作家なんだなっていうことを、まあ、そういうなんか、まあ、クロノロジカルな視点で、まあ、見てみて、まあ、すごく実感し,しました。 I just so happened to have uh, went back to see his films because I was uh, being invited to talk in front of everyone. And he did list Woody Allen as one of his favorites, but I watched all his films in a chronological order. And you can tell that each one was rather compelling, and you can see uh, the different features and characteristics of his film. でまあ、特にこれはやっぱりクーリンチェ少年殺人事件のあとということで、まあ、本当にまあ大傑作ですよねもう本当に歴史に残るような映画史上に残るような、まあ、私自身も本当にまあフェイバリットの一本であるような作品ですけれど、まあ、その作品を作ることはまあ本当に大変だっただろうなっていうまあ気がするんですけれどそのことがあっておそらくまあこれが生まれているんだろうっていう気もしました。 And of course, uh, this film, uh, Confusion, Confusion, uh, was uh, filmed after a bright summer day. Uh, and of course, uh, as, as you know, I think it's one of the masterpieces of uh, what he has directed. But uh, it must have not been easy, and that was the impression that I had. Yes, so I'm sure that the people who saw the film at the same time uh, must have been quite surprised uh, at uh, when they saw this film. いや、本当にあのあれですね。あの、こんなおしゃれな映画を撮る人だったのかと。で、いや、クーリンジェ、以前の映画とも違いますよね。例えば、ね、あの時あの台北を扱ったあの台北ストーリーという、あの、まあ、これも素晴らしい作品なんですけど。あの頃のセンスとも全然こう違うんで、すごく。まあ、モダンになったこう台北というか、そういうものをこう、あの、撮ったというのは、ちょっと僕もあの、驚きました。はい。 So, oh, that was quite a difference. なので、まあ、自分自身も、まあ、こうやって本当に時系列で見てみると本当に大きな跳躍だったっていうことが分かってきたというか。でまあ ヤン監督自身も、まあ、おそらく台北という街にこだわり続けて映画を作ってこられた方だと思いますけれども、まあ、全く違う台北を描こうとしているでそれはおそらく彼自身が変わっていっているっていうこともあるし台北自身がまあ本当にこの10年の間にものすごく変わったっていうこともあって彼のまあこの軽てうんですかねまあ不白な感じの,あの、まあ、恋愛ドラマ恋愛コメディのように見える。 Of course, I think when you look at the films in chronological order, you can probably realize that he himself as a director was changing over the, the times as well as the Taipei itself as a city changed in the past 10 years. And so there's a lot of masterpieces, but I think uh, this one, I would believe it, we can call it a romantic comedy, uh, but uh, it also depicts the changes of, of, of him as well when you see these films. 実際、今日,今日あの夕方にあの上映があるんですが、催眠ン,ンのデビュー作の、まあ、青春神話というのの、レベルズ・オブ・ザ・ニオン・ゴッドというです、ね、映画があるんですが、これがです、ねえっと、この、えっと、映画の今あの,今の,あの、えっと、恋愛時代のです、ねまあ、2年前ぐらいに作られた作品なんですけど、とてもお同じ街には思えない。 すすごい古い古繁華街が出てくるんですねでちょうどねそれが古い繁華街が取り壊されてで繁華街じゃない別のところにこ,うあの,この映画に出てくるようなこうおしゃれな場所ができてると本当にあの台北の歴史上のすごいところ転換点でこの映画作られてるという気は僕はしましたね。でだんだん今はもうほとんどあのあのそのさっきの青春神話に出てくるような街並み,みたいなもうなくなってしまって完全にあの近代的なあの都会になってると思います。 i think also there's going to be a screening of rebels of the Nianga by simon Zhang today. Uh, and i think when you, if you see that as well, you can see that uh, the film shows a very old district and then a very newer version. so taiwan itself or taipei itself has really changed over the years. and so that will probably be a surprise to the audience as well. so to in the でそれももちろんおしゃれな映画を作りたいウッディア・レンみたいな映画を作りたいっていう、まあ、気持ちはあるんだと思うんですけれどもまあコメディのようにも見えるし、まあ、僕前回の上映も行ったんですけど前回は本当にすごく笑いが起きていて、まあ、今回もところどころ起きているわけですけど、まあ、でも笑ってない人も多分すごいたくさんいたっていう気がしていて、うん、あのそれはやっぱりこの街のこの、まあ、モダンな側面の中にある。 ある種の病というかカ、トシ、トクユノ、まあ、まあ、人間性が阻害されているような状態っていうのを、ショーテン、当てたかったんだろうなということを思います。I、uh, happened to see the screening before this one as well, and of course, this film shows the modernistic. City of Taiwan, but also uh, as the city has become much more sophisticated, uh, in a way it does depict the story of the people who have lived in those days and people who have been left behind as well. And uh, of course, uh, it is a romantic comedy in a sense, and uh, we could hear laughter from the audience. But at the same time, you could see that there are other people who were not laughing at all. So maybe there is some kind of. Uh, だから、そのクーリンチェと、あの、比べて。まず、最初に一番自分が、まあ、驚いたというか、あの、気にかかったのは、本当に、まあ、顔がちゃんと見えるってことですよね。あの、映画の最初から、人物全員の、キャラクター全員の。 顔がが把握できるとということが、まあ、これクーリンチェに関しては本当にまあ遠かったり暗かったりまあして主要な登場人物の顔が全然把握できないんですけれどもそういう人物の顔がまあ入ってくる、まあ、そういうカメラポジションをま,あまず選んでいると思いました。 And also from uh, a camera position as well, I think in A Bright Summer Day, you can see that it was much more darker. You couldn't see the actual faces of the main characters, but in this film, A Confusion, Confusion, you can see the faces uh, of the characters, so that was also a difference that I noticed. So, 実のところを見ていたいような顔かというと必ずしもそうではないと思うんですねその全員が魅力的かと言われるとそうではなくて、まあ、みんな何かに駆り立てられていてあのコミュニケーションをしているようで彼らは全然、まあ、人の話を聞いていなくてあの言葉の量はすごく過剰なんだけれども、まあ、お互いに相手を怒鳴りつけているだけっていうようなコミュニケーションが取られているだから、まあ、顔は入ってくるんだけれどもそのクーリンチ少年殺人事件とかまあそれ以前の映画でも エドワード・ヤンの登場人物が持っていたような、まあ、神秘とか謎みたいなもの,っていうのを、まあ、最初は持たない状態であの登場人物たちはこの映画に、まあ、登場してくるということがあると思います。 I don't think we can say that they were very attractive. Each person had his own uh, journey, uh, his own struggles. Uh, they, uh, Of course, they are communicating with each other quite long sentences, but uh, they're not really listening to each other. They have their own problems. And uh, the mysterious aspects that we saw with bri uh, Brighter Summer Day and others and in terms of characters, uh, that you don't realize in the beginning because of the way that he captured the characters. まあ、クーリンチ少年殺人事件っていうのは非常に分かりづらい映画でもあってその映像とか音響っていうのが結構解体されてバラバラになっているような映画でもあるんですけれど、まあ、これは恋愛時代に関してはそういうことはなくてあの、まあ、はっきりその俳優が発話している、まあ、それがシンクロのまあ録音で捉えられている、まあ、そういう映画なんですけれど、まあ、そ,れそのことによって分かりやすくはなっているんだけれどもあのすごく。 まあ情報がこっちに入ってくるかというと、まあ、そうではない。まあ、なぜなら、まあ、彼らが話していることっていうのはほとんど、まあ、内容がない。まあ、彼らの、まあ、本当に真相にあるような、まあ、渇きみたいなものがあの、まあ、叫びとして出てきているっていうなんかそういう状況になっていると思います。 the storyline maybe it's the way that it was structured but uh, uh, in a confusion confusion of course you can it's, you could follow what was going on but not really deeply understand um, we, what each of the characters were actually thinking by the way that they were communicating as well so uh, of course the structure may have been different but uh, if you i don't think it was that easy to understand the emotional journey of each of the characters で結果として、まあ、彼らはどうなっていくかというと、まあ、最初は顔が見えるんだけれどもこの映画は後半に行くにつれて、まあ、彼らが顔が見えなくなっていく、まあ、闇の中に。 あのまあ、浸されていくようになっていて、まあ、その都市の光っていうものが届かないような場所であのコミュニケーションをし始めるでその時にまあ語られていることっていうのはあのそれまで語られているようなこととは少し違っていてあのまあ暴力的なことではなくて、まあ、どちらかといえば親密な、まあ、彼ら自身が本当に思っていたことをたどり直すようなそういうまあ黒い 顔、黒い画面とともに、そういう今までとは少し違った声が生まれてきているという,いう印象があります。 But as the scene changes and it becomes darker, you can see that uh, they're starting to communicate more of their deeper thoughts uh, as uh, it gets darker. So that kind of structure and change was very interesting. So that kind human nature is ultimately being restored, or something like that. That's the process we're That's the biggest difference between the Kufuji teenage murder case. あのそれはでもエドワード・ヤンが本当にまあ求めていたことというか自分自身がまああのようなまあ大傑作しかも悲劇的な大傑作を取ってしまった後でまあ何を作るかっていうことを考えたときにまあ本当に絶望的な状況からまあ何か楽天的なものをまあ見つけ出そうとするまあそういうトライがここから始まっているんじゃないかなと思いました。And I also would like to add that of course because with a brighter summer day it was a masterpiece but it was a very tragic type of film. And you can um, it made me think that maybe with a confusion, confusion, he wanted to change it, to change the style, and so maybe that's why we see of course, we see a more human side of people, and that's how he wanted to change the whole structure of the film. レストア見,たわ見てないんですよああなんと <laughs> 本当ねあのあのいやこれ来たのかもあのギリだったたっってもあったんですけどもうあのどっかぜひ配給しててお金払っもも見に行きますけどこのレストるうり、市山さん hasn't seen the restored version that all of you just saw, so he hopes that、uh, there's a distributor that might be willing to show it at the, the theaters in Japan. Seen this yet. ちなみに、市山さんがご存知か分からないんですが、そのカップルズはそのまだデジタル多分、ね、あの同じ出資者だったと思うんですね。はい、だから、今、クリアしてるんじゃないかなと思います。そこまでちょっと僕らも聞いてないんで分からないんですけど、この2本がある意味でこうなんか上映できない映画だったんで、あの東京国際であのツイート特集やった時も、その2本は。 それはあの日本の権利の問題ではなくて、もともとの台湾の,あの権利者が,とです、ね、が何からく揉めているか何かを取らっているのかもしれないということで、あのなんでもし何か進行してい本当にぜひ、カップルズも見てみたいと思いますね。 As well. あのエ,ドエドワードの、ね・ヤンバーは最終作の,あの「やんや夏の思い出」というのはいいですけど、これはあの日本の,あのポニーキャニオンの出資で全額作られているので。 非常に安定しているというかですねあの、いつでも上映できるという状態なんですが、結構それまでのいろんな映画はなんか複雑にこういろんな会社がこう絡んで、ですねあのかなりこうあの今までも見ることができなかったでどあの。ということはあ,のありますね。 Seeing it, but uh, the other films are very complicated because there's various types of investments that were involved, so that's maybe another issue that uh, we have regarding the copyrights. あの「やんやん夏の思い出の」あのアソシエイトプロデューサーとして久保田修さんという方が参加されてるんですけれど、まあ、この方が「ドライ・マイ・カーで」で、まあ、寝ても覚めても,でもプロデューサーなんですけどスーパーバイジングプロデューサーという形であの関わっていてあの、まあ、そんな線もあるんですっていう、まあ、その久保田さんからそのエドワード・ヤンが一体どういう人柄だったかどういう演出をしてたかって聞くのもまあとてもあの楽しい体験ではありました。 Also, uh, just to uh, uh, give you some information, the assistant producer for EE was uh, Mr. Kubota, who's also was working on Drive My Car. So it might be interesting, it was interesting to hear his side of the story as well and having a chance to uh, talk about it with him as well. またもう一回その映像と音響をまあ解体するようなことをやりながらここで手に入れたまあその俳優との共同作業っていうものをまあより反映させてまあより人生のなんてうんですかねまあどのようにまあ非常に絶望的な状況もやっぱり描かれている話ではあるんですけれどもまあそこから一体どうやってまあ 希望というとあれですけれども、まあ、人生が生きるに値するものであるって思えるような何かを見つけるかとい、うこいをそのフィルモグラフィーを通してやり続けた人であると思うので、まあ、本当に前作上映される機会というのをあの待ち望い、でい、ますいい、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 s い、いい、いい、いい、e い、a い、いい、r い、い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 い、l い、い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  t h e いい、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 い Uh, Will have an opportunity to be screened in Japan because he talks about, tra uh, about tragicness and also, um, but at the same time he wants to pursue what is the, the hope or why, why is it worth living? So through his filmographic history, it would be nice if each of the films are screened as well. いただいてまあ、英語字幕が一応ついていたのでこれね実は台湾でしか上映できないなんと映画ですねあの数年前にあのリストアバージョンができたというんであのフィルメックスの方から問い合わせたらですね、はい、あの台湾国内は上映できるけど海外で権利問題で <laughs> 上映できないと言われて上映できなかったんであの台湾ではブルーレイが出てますけどあの日本で今のところ上映できない日本とかまあ海外で上映できないという映画の一つですね Uh, just as extra information his first film that day on the beach uh, it is available in blu-ray format in taiwan but can only be seen in taiwan so it can't come abroad uh, we tried to get the restored version for filmex but it didn't uh, there were some uh, rights issues as well so uh, it's only available in blu-ray in taiwan そのクリンチ少年殺人事件も、まあ、我々の世代は、まあ、実は VHS で初めて見て、まあ、結構ずっと上映がされなかったりして何て言うんですかねエドワード・ヤンの,その権利関係っていうのは本当に複雑なんだなっていうことをなんかもう長らくずっと感じていたので、まあ、でもいつか見られると思うのでぜひあのなんとかしてください。<laughs> So yes, and also a brighter summer day. We saw it in a VHS format, but we knew that there was a lot of issues regarding rights due to a lot of investment complications as well. So, uh, if there's any way uh, we can get uh, these films to be screened, uh, it would be really great. どうもあれですね、あのまあ、あのクリーリンちゃんはまさにそうだったという話は聞いたんですけど、大体い,い,いつもあの予算オーバーしていって、ですね、はい、でオーバーしたんで、別の出資者をまた,た頼んだりしてやってるんで、結構、1つの部屋にたくさん出資者がいて、その調整がつかないのが原因じゃないかというのはよく言われてますね、あのまあ、そういう作り方はしない方がいいと思うんですけど、ヤンの場合には大体いいそういうことが多かったのが、このトラブルのなんか原因になっているというふうには聞きました。 Uh, just a little tip for you to know. Uh, I understand that he always went over budget and he was filming. That's why we had so many different investors coming in which made it even more complicated. So uh, as a tip, uh, if you are going to be making films, try to stay on budget so that you don't make uh, complicate the issues with getting too many investors involved. まあでもその話を聞くとまあ妙に納得するというか、まあ、台湾の映画状況っていうのは分からないですけれどもその日本映画の制作状況とまあそこまで大きな違いがあるわけではない中で、まあ、一体どうやってこれほど何と言うんですかね充実した画面をまあマイショットマイショット作り続けてるんだろうっていうことを思っていたんですけれども、まあ、そうやって本当にまったもうやりきってでもうお金がなくなったらまた集めてっていうことを繰り返すっていうのは。

まあだからその、まあ、私ジョン・カサベテスという監督もとても好きなんですけれど、まあ、カサベテスという監督もそういうふうにある種作っていたりして、まあ、そのいろんな出資者がいるとはいえやっぱりそのあのエドワード・ヤンというのは基本的にはものすごくインディペンデントなあのまあ志を持って映画を作っていた人だなということをまあすごく思います。まあ、ちなみにこの タイトルも基本的には「独立時代」っていうあのまあタイトルで「恋愛時代」っていうタイトルまあ私はその配給をする上では全然いいタイトルだと思ってるんですけれどでもまあ,まあちょっとここ,こまで。 <laughs> so, so uh, of course, I mean, there uh, he had a lot of complications due to the various investors that were involved. But uh, I think we can say that he was still a very uh, sort of what we call an independent director. And uh, regarding um, the title of this film, uh, in English it's called a Confucian confusion confusion. Uh, but um, regarding the title, those are. 放題がまあ恋愛時代とということになっていてそのまあ恋愛関係の話っていうふうにまあ実際見えるし、まあ、多くの人はあの恋愛関係、まあ、三角関係になったり四角関係になったりしている、まあ、そういう話であることは間違いないとは思うんですで最後その父と,えっと民がよりを戻したりしてその恋愛っていうものをある種まあ楽しく賛美するような形で描いているようにも見えるけれどもでも実際そうではないような気もしています。 Uh, like this, the film, uh, although in English it's only one title, uh, it, it goes through two different titles um, uh, when it was uh, actually, first of all, when it was screened in 1994 and after that. But uh, nevertheless, it is uh, talking about love, about uh, romantic relationships. Uh, and so I think in the end, that's what it was about, about love and romantic relationships. And again, because it's slightly different because of the titles in Japanese, uh, it's, I think, the まああくまで自分の解釈ですけれども、まあ、その父と民が、まあ、最終的によりを戻す、まあ、父が民のもとに帰っていくというのはあのその前にもう自分自身を信じることを決めたんだということを言っていますけれどもあのこの自分自身をの一人で立つことができる、まあ、いわば民といつでも別れることができるっていうような、まあ、そういう状況に達したから、まあ、彼女は 戻っていくこともできるます。そういうまあどのキャラクターも自分が属していた関係性から一回切り離されることによってまあその都市の時間に巻き込まれない自分の時間みたいなものを回復していく映画だと思うので「あの恋愛時代」というタイトルまあ本当に別にいいタイトルだと僕自身は思ってるんですけど「独立時代」っていう、まあ、現代オリジナルタイトルがあるっていうことも、まあ、ぜひ忘れずに見ていただきたいという気がします。 And I think it also talks about uh, how Ming and her father uh, were able to uh, come to terms with each other. That's also another form of love. And each of the characters, they start off with a type of relationship, but then uh, become also independent. So because the title in Japanese, it talks about uh, uh, the romantic times, and then it's called the independent times. And so I think the title sort of depicts uh, the journeys the characters went through. はい、えっと、あ、の、え、大変残念もう時間ですよね。という、すみません、あの、最後に何か、ひょうと、もし、なんか、ステークウェイとかあれば。あ、まあ、ぜひ、カップルズと海辺の一日を。あ、そうですみません。はい。日本にということ、まあ、ぐらいですかね、本当に、あの。あの、エドワードヤンは、あの、最も敬愛する映画作家の一人なので、こうしてお呼びいただいたことを、心から。ありがたく思っております。今日は、わざわざ残っていただいて、ありがとうございました。 So I'd like to thank everyone in the audience for staying behind for this show. Uh, he, uh, Edward Down is one of the directors that I truly respect, uh, and so thank you again for remaining for this talk show. はい。はい。Yes, and we will look forward to his next film, this new film as well.